スノーマンメグロレン、たくましい上腕二頭筋前回ワイルド目メ,メ、表紙が沸騰7変化も期待のガツ海の始まりへのワクワク肝臓大中。スノーマンのメグロレン、27が表紙を飾る7月3日発売の女性誌、アンアンマガジンハウスの画像が公開され、大いに話題を呼んでいる。今回のアンアンの特集テーマは、忙しない日常の中、心を緩めたり、 体をいたわったり癒されるたりするための様々なことものを紹介する、癒しの行動学2024。めめと過ごす癒しの一日をテーマに撮影したという。表紙の目黒は、メイリの淡いブルーのタンクトップを身につけ、右肩に白いジャケットを羽織った夏を感じるファッションで見事に鍛え上げられた上腕二頭筋をあらわにしている。X、旧ツイッターには、筋肉ビビしい。涼しげな目黒くんの表紙。 素敵すぎて呼吸忘れました。爽やかと美しさが。目黒さん、すごいです。やばいやばい。腕のほくろが輝いてる。と絶賛コメントが殺到している。今回の、アンアンでは筋肉美も含め、ワイルドな目々を堪能できるのではないでしょうか。そして、昨年7月クールの主演ドラマ、トリリオンゲーム TBSK ではスーツ姿のクールなファッションが話題を呼びましたが、 7月1日にスタートを控える主演の月9ドラマ、海の始まりでは目黒さんの七変芸も楽しめるかもしれません女性史編集者月ツ9ドラマ、海の始まりは、2022年10月クールに放送されて社会現象を巻き起こした連続ドラマ、サイレントフジテレビ系の脚本生片三くし、演出風間博史プロデューサー村世間氏が再び集結し、親子の愛をテーマにした完全オリジナルストーリー。古川ことね、27、 演じる学生時代の7年前に別れた元恋人の死をきっかけに、自身と血のつながった娘の存在を知る28歳の青年月岡夏、目黒を主人公にした家族の物語だ。6月7日発売の、フライデー講談社では、紺色のスーツに身を包み、リュックを背負ってドラマの撮影に臨む目黒の姿が捉えられていた。さらに、6月20日に、 目覚ましテレビ、富士テレビ系やドラマの公式 X で公開された本編のダイジェスト映像では、学生時代の T シャツ姿、印刷会社に勤めるサラリーマンらしい半袖シャツネクタイ姿、模服、チェック柄のようなシャツを着用したラフな私服姿など、様々なファッションの目黒の姿が確認できる。一週間後にスタートを控えた、海の始まりに対しても、 メグロくんへのあて書き脚本だから夏くんと共にメグロくんもそのドラマを生きていく感じなんだろうなあと一週間。回の始まりまであと一週間とかほんと早すぎてやばいよ早く本編みたいよショーでも、絶対泣くから覚悟が必要。今撮影してるのかな、早く始まらないかな。と、早くも大いに期待する声が多数寄せられている。メグロさんは、サイレントの第2話を撮影していたときに、 村瀬プロデューサーから今回の主演話を持ちかけられたと言いますから、海の始まりは2年以上動いていた大プロジェクト。サイレントの終了後に話は進み、村瀬プロデューサーから、親子の物語をやりたい、とより具体的になっていったというので、主人公の月岡夏はやはり当て書きなのかもしれませんね。海の始まりは、津ドラマらしく海を中心としたストーリー。話題を呼んでいる、アンアンの表紙用に、 美しく鍛え上げられた筋肉もあらわになったメグロさんの活躍も楽しめそうですよね。全室の女性誌編集者。7月1日に始まる月9ドラマ、海の始まりでのメグロのファッションや筋肉美にも注目が集まる。